こんにちは、整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はニトリのアイテムを使った収納アイデアについてご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずはこちらの N ブランシリーズを使った収納アイデアです。このシリーズのラインナップですが、まず整理トレーが S サイズ、M サイズ、L サイズの3サイズ展開。 M サイズが S サイズ2個分、L サイズが S サイズ3個分なので、サイズ違いで組み合わせて使うことができます。整理バスケットは S サイズ、M サイズの2サイズ展開。M サイズは S サイズ2個分の大きさです。整理バスケットにはそれぞれ別売りの蓋もあり、蓋を載せるとその上にさらにバスケットやトレイを重ねることができます。トレイとバスケット以外にも、高さがあって仕切りのないツールスタンドと、少し低めで中に仕切りがあるチューブスタンドもあります。さらに今回ご紹介するアイテムの他にも、伸縮できるカトラリートレイなども出ています。こちらは整理トレイにカトラリーを収納したところです。 L サイズはお箸やスプーン、フォークなどにぴったりのサイズ感。 M サイズはミニサイズのフォークやレンゲ、 S サイズは箸置きなどの収納にぴったりです。食器棚の引き出しの仕切りに使うとすっきり収納できます。続いては食器収納に使っているところです。整理バスケット S サイズは幅が細めなので、お皿を立てて収納したい時に便利です。 M サイズには小さめのボウルなどが収納できます。深さのある引き出しなどでは、蓋を使って重ねて同じバスケットや別のボックスを収納するのもおすすめです。こちらは調味料のボトルを収納しているところです。 S サイズはオイル差しを立てるのにぴったり、 M サイズは調味料瓶がぴったり収まりました。またツールスタンドはその名の通り、よく使うキッチンツールなどを立てて収納するのにぴったりです。安定感もあるので、たくさん入れても安心です。コンロ横のほか、シンク下の引き出しに立てたりするのもおすすめです。整理バスケットはスマホなどの充電ステーションとしても使えます。バスケットの側面にくぼみや持ち手があるため、蓋をした状態でも側面や裏側からケーブルを出すことができます。そしてこのように蓋の上にスマホを載せると、見た目もシンプルな充電ステーションを作ることができます。またチューブスタンドはリビングでよく使う小物の収納にとても便利です。体温計やボールペン、ハサミなどのほか、高さがなくそのまま入れると出しづらくなってしまうハンコや爪切りは、100円ショップで購入できる冷蔵庫用のチューブスタンドを組み合わせると、取り出しやすく収納できます。引き出しの中で細々した文具類を収納したい時にも活躍します。整理トレイにはペンやカッター、糊、ホチキス、クリップなどの細々した文具を、整理バスケットにはガムテープやセロテープなど、もう少しかさばる文具を収納できます。ダイニングテーブルにカトラリーを出しっぱなし収納にしたい方は、ツールスタンドを使うのもおすすめです。お箸やスプーン、フォークの色味をシンプルに統一すれば、テーブルの上に置きっぱなしでも生活感が抑えられるので、いちいち食器棚から出し入れするのが面倒な方には便利です。またコスメの収納にも活躍します。チューブスタンドはブラシやマスカラなどの細々したメイク道具を収納するのに便利。整理トレイ S サイズはアイシャドウなどを立てるのに活躍します。かさばるメイク道具と一緒に整理バスケットにまとめて収納すると、一度に取り出せます。洗面所に引き出しがあるお宅は、整理トレイに寝かせて収納する方法もあります。整理バスケットはドライヤー類の収納にもぴったりのサイズ感。細めの S サイズはヘアアイロンなどの収納に便利です。ドライヤーはコンセントがあるので、できるだけしまい込まずに洗面所に収納したい方も多いですが、そのまま出しっぱなしにするより、ケースに入れて置いておくと少しすっきり見えます。そしてチューブスタンドは実は歯ブラシの収納にもぴったり。細かく仕切られた部分は歯ブラシ立てに、そして仕切りの大きい部分は歯磨き粉がぴったり収納できます。続いては N インボックスシリーズを使った収納アイデアです。サイズは一番大きいのがこちらのレギュラーサイズ、カラーボックス1マス分にぴったり収まる大きさです。レギュラーサイズの他に横半分の大きさのハーフサイズ、縦半分の大きさの縦ハーフサイズ、そして4分の1の大きさのクォーターサイズという全4サイズ展開になっています。別売りで蓋も出ていますが、蓋なしでそのまま重ねることもできます。ハーフとレギュラーの2サイズは裏側に穴が開いていて、そこに別売りのキャスターを取り付けると和音のように使うこともできます。こちらはハーフサイズにおもちゃを収納したところです。深いボックスだと中身が分かりづらく、お子さんが遊ぶときはストレスになってしまいますが、浅いタイプのボックスなら中身が見やすく、ボックスを引き出さなくてもそのままおもちゃの出し入れができます。続いてはキッチンのストック品収納です。キッチンペーパーやラップ類などのかさばるストック品や、粉物調味料、乾物などのストックもたっぷり収納できます。また食品のストック収納にも活躍します。一番小さいクォーターサイズは細々した食材の収納にぴったり、釣り戸棚にも収納できるサイズ感です。クォーターサイズはお弁当グッズも収納しやすい大きさです。お弁当箱だけでなく、カップなどの小物の収納にも使えます。棚はもちろん食器棚などの引き出しの仕切りにも便利です。洗面所ではタオル類の収納にも活躍します。クォーターサイズにはフェイスタオルが5枚ほど収納できました。洗面所によくある幅の狭い棚でも使いやすい大きさです。ハーフサイズはバスタオルの収納にも便利です。またハーフサイズは読みかけの雑誌や新聞などの収納にも活躍します。裏にキャスターを取り付けてソファー下などに収納すれば、デッドスペースを生かしつつ読みたい時にさっと取り出せます。また細々した救急用品を収納したい時にも活躍します。棚の中の収納だけでなく、引き出しの中の仕切りとしても便利です。続いてはこちらのクラネシリーズです。サイズはハイタイプ、ロータイプ、そしてハーフタイプの3種類。ロータイプ、ハーフタイプを2つ積み重ねるとハイタイプと同じ高さになります。ハーフタイプはハイタイプとロータイプの半分の奥行きです。このクラネシリーズには伸縮式のフリーラックも展開されていて、キッチンや洗面所のシンク下など配管がある場所の収納に便利です。まずはハイタイプを使ったボックスティッシュの収納です。薄型のティッシュであれば6箱分ほど収納できます。洗面所で使う場合には洗剤やシャンプー類のストックにもおすすめです。色味のごちゃつきを抑えたいときは高さのある方を手前にするとすっきり見せることができます。また洗濯グッズの収納にも活躍します。ハンガーや洗濯ネット、洗剤などのボトルをランドリーラックにすっきり収納したいときに便利です。さらに掃除グッズの収納にも活躍します。ハーフサイズにメラミンスポンジをざっくり収納したり、ダスターなどのストックをまとめて収納したいときにも使えます。深さのあるシンク下の引き出しなどに重ねて収納するのもおすすめです。キッチンではフライパンなどのキッチンツールの収納でも活躍します。フライパンを立てて収納したり、深さのあるフライパンやお鍋なども収納できます。またハーフタイプには卵焼き器などの小さいフライパンがぴったり収納できます。リビングでは書類や郵便物の収納としても使えます。クリアファイルやインデックスと組み合わせて書類を収納したり、ハーフサイズは郵便物の一時置きとしても使える大きさです。そして最後はこちらの引き出し整理ボックスです。折りたたみ式になっているこちらのボックス、サイズは S サイズ、M サイズ、L サイズの3種類展開で、 S、M サイズはそれぞれ2個セットになっています。 L サイズは M サイズ2個分の大きさ、 M サイズは S サイズ3個分の大きさで、縦向きにしても奥行きが揃うので、引き出しの中で組み合わせて使うことができます。まずは一番スタンダードな使い方の洋服収納です。 L サイズは大人用のトップスと小物を一緒に収納できるサイズ、 M サイズは子供服や大人用のインナーなどにぴったりです。 S サイズは靴下やスカーフ、ハンカチなどを収納するのに便利です。続いてはおもちゃ収納の仕切りとして使うパターンです。先ほどご紹介した N インボックスのハーフサイズと組み合わせて、こんな風に仕切って使うことができるので、パーツごとに分かれた細々したおもちゃなどを分類して収納したいときに便利です。また食器棚の引き出しの仕切りとしても活躍します。食材のストックなどをすっきり収納したいときに仕切りがあるととても便利です。さらに下駄箱の中でお出かけ時に使う小物などを収納したいときにも活躍します。 L サイズには帽子やちょっとした羽織物、 M サイズには折りたたみ傘、そして S サイズにはポケットティッシュやマスクなどが収納できます。お出かけの際につい忘れてしまいそうなものを玄関に収納しておきたいときに便利です。いかがでしたか？実践できそうな収納アイデアはありましたでしょうか？最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。